ミリミルとはトウモロコシから作られた荒い黒粉である。コーンフラワーやコーンスターチよりもはるかに荒く、もともとはポルトガル人がアメリカ大陸からアフリカにトウモロコシを持ち込んだものであった。ミリミルという言葉はポルトガル語のミリューに由来する。もともとはグレートトレックの際にホールトレッカーズたちが食べていた食品であったが冷蔵せずに保存できること。 安価でどこでも販売されていることから、現在では南アフリカ共和国の主食となっている。南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、マラウイ、ボツワナなど南部アフリカの多くの地域で主食となっており、伝統的にサワーミルクの粥、ウガリ、ウムコンボティなどに使われている。沸騰したお湯にミリミルを加え、加える量でカや、 より硬いうがりを作る。かゆを作る際には、クリーミーさを出すために牛乳を使うこともあり、できたかゆはとろりとした食感が特徴で、アフリカ南部では朝食としてよく食べられている。うがりは肉料理や野菜のレリッシュなどと一緒に食べられる。イタリアのポレンタと似ているが、アメリカ南部のグリッツのように、黄色いトウモロコシではなく白いトウモロコシが使われるのが特徴である。ミリミルは、 炭水化物、タンパク質、脂質、食物繊維を含む非常に高エネルギーな食品である。ありがとうございます。